すげえクリーミーだけど、ご飯入れて作ってんやけど、すげえ、うわ、ドロドロ。リアルチーズラーメンって書いてあったんやけど、卵もちょっと入れたけど、すげえ。ちょっと食べてみようかな。すごいクリーミーなチーズ。熱そうやな。ちょっと食べてみ。あかん、これちょっとパスタみたいにして食べようか。これチーズ、タバスコとかかけたらどうやろう。タバスコとかかけたらどうかな。かけてみようかな。タバスコなかった。ちょっとだけ入ってるやろ。これちょっとだけのやつかけてみようかな。あ、かけすぎた。ちょっと熱いからパスタじゃないんですけどみたいな感じですけど。うん。あ、タバスコかけたら、あ、かけてもいける。そのままでも、まあ、いけるかな。いけるけど、大丈夫？いけるけど、なんかチーズやけど、なんかチーズじゃないような。感じないね。こんなもんなんかな。あ、むっちゃうまいってことないけど、まあまあいけるかなって感じ。あとこれ、カレーパウダー、これね、おすすめですよって言うても日本に売ってないと思うんやけど、これはフィリピンでね買ったんですけどね。これはあと5本ぐらい買えばよかったっていうぐらい、ちょっとお気に入りですわ。あのカレーパウダーなんやけど、カレーだけじゃないんね、これ。いろんなスパイシーが入ってるんよ。いろんなスパイシーが。だから、すごい、なんかあの、コクがあって、いろんなに使えるね。これちょっとこれかけてみた、ほら。これかけてみたらどうやろ。美味しいと思うねんけど、なんか、どうやろうな。あと、チャーハンにかけて、炒めても美味しい。まあまあ。まあいけるかな、こんな感じ。あとね、
これほら、ご飯も入れたんよ。これご飯かけた方が美味しいかな、このカレーはね。カレーパウダーは。ご飯にかけてみようか。トト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 。ねってね。あの、イタリアの、みんな知ってます？あの、パスタとか作るおじちゃん。チーズとかかけたりする。食べてみる。うん、これはいける、これはいけます。うん、ご飯にかけた方がいいね、麺よりも。うん、ちょっと全体にかけてみようか。卵の黄身とか入れた、卵の黄身とかにかけたら美味しいから。うん、うん、美味しい、美味しい。うん、このカレー粉パウダーは重宝してるな。美味しい、美味しい。このラーメンはヨドバシの地下1階になるのかな、コーリアンフーズがあるんですよ。あの梅田ヨドバシね、梅田本店の地下にコーリアンフーズがあって、地下やったかな、そこで買いました。これね、反対になってるかな、リアルチーズラーメン、リアル、リオールチーズラーメン、うん、リオールチーズラーメン、そう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 、これね、これみんな買ってみてください。まあまあいけるかな。僕はでもこれご飯入れた方が好きやな、このラーメンだけよりも。リゾットみたいにして食べて、あとラーメン作ってラーメン食べて、その汁にご飯入れて リゾットみたいにしても美味しいと思う。うん、チーズ系の料理と僕あんまり食べない。チーズ好きやけど、あんまりなんか好んで食べない。だけど今回ちょっと買ってみようと思って買ってみたら、まあまあまあ、いける。うん。いけるわ。うん。まあ。みんなも買ってみてください。コクがあっていいです。でもこれはおすすめやな。これどうやら日本で売ってんのかな。うん。うん、これはおすすめ。いろんなに使えます。ではでは、バイバイ。